これで俺たちは兄弟だ。男の中の男になる。そう思ってここまで突っ走ってきたが、どうやら俺はここまでらしい。頭。だがな、俺には後継者がいる。おめえらだ。仁義を守り、組を守ってくれよな。誰にも恥じることのない生き方をして、正しいヤクザになるんだ。頭！頭！やろう！泣くんじゃねえ！金玉ついてんだろ！頭！俺たちが組を守ります。そして男の中の男になります。そうだ、その意気だ。親分のこと頼んだぞ。はい。兄貴、本気でやる気ですか？ああ、頭と約束しただろ。俺たちで組を守るんだ。武闘派の頭がいねえのをいいことに、小黒田組のやつらうちの島でのさばりまくってる。小黒田組のてっぺんを叩き潰す。そうすりゃいっぺんに形勢が傾く。親分も喜んでくださる。そうっすね。今日やつは羽伸ばしてるって情報だ。乗り込んで一気に弾取るぞ。はい。えい。指示なのか。違う。俺たちの独断だ。つくづくめでてえやつらだ。組長、こいつらどうしますか。お前らみてえなチンピラは俺の手を汚す価値なんかねえんだよ。
ございませんでした。おめえら、俺がお前小黒だとお前五分の手打ちって時に勝ち込みかお前。おやめ、どうかどうか許してください。何でもしますんで一旦さっぱといなさい。こんなもんじゃ足りねえんだよ。おめえら三人コンクリート詰めにしてお前東京湾に埋めるぐらいじゃなかったら落とし前にならねえんだよ。指十本詰めますから命だけは。味噌汁の具にもなんねえ。お前らの援護なんかいらねえんだよ。そうは言っても俺も鬼じゃねえ。お前ら今何でもやるって言ったな。はい、もちろんです。命がけで何でもします。知り合いから聞いた話なんだけど、アイドルって相当儲かるらしいじゃないか。お前この子知ってんだろ。すごいじゃないかお前。あ、確かにすごいみたいですね。やってみるか。はい。いや、アイドルだよ。すいません、親分、ちょっと意味が。いやいや、無理にとは言わねえよ。選択肢はいくらでもあるからな。足切っちゃうとか、え、内臓出しちゃうとか、選べよ。アイドルか足か内臓か、5秒やる。選べなかったら殺そう、この野郎。はい、1、2、3、4。やります、やります、やりたいです、アイドル。よし、決まりだな。ドジを踏んだおかげで俺たちはその夜のうちにタイへと旅立ち、ルパパッパパッ คิดว่าคงใช้เวลานานหน่อย ใหญ่มาก บาดเส้นประสาทเยอะ包帯取ってるよ。いいよお前、完璧。お前誰だ。ケンタロウです。ケンか。お前はアイビだ。お前はリョウです。お前はマリだ。お前はカズです。カズだな、チカだ。アイビ、マリ、チカ、極上のアイドルってことでユニット名はゴクドルズ。どうだ、気に入ったか。どう考えても極道のアイドルだろう。売れねえよ。可愛くねえな。そしてこの日から地獄の特訓が始まる。生まれ変わった。
そっちだ。はい、何だろう。命だけは破っちゃいやしぬきでもって予想して、やります、やります、やりたい、やりたい、どこまでも歩いていこう。永遠に離さないよ、永遠に離さないよ。これで俺たちは兄弟だ。そんなに可愛くなると思わなかったっすもんね。見た目はこんなんになっちまったけどよ、心の中だけはよ、俺たちはヤクザだ、男の中の男だ。それ忘れんなよ。兄貴、その可愛らしい座り方はよ。すいません、ついつい、ついってどういう意味だよ。いいよ、ゴロ。すいませんでした。あら、ゴロ、お前らちょっと売れたからって、お前調子こいてんじゃねえぞ。お前たちは目指してるてっぺんはお前はるか向こうにあるんだ。何のてっぺんだよ。努力さえ。寝かせろ。返事は。はい、はい、アイドルは肌が命だ。早く寝ろ。寝てたんだよ。逆に尊敬しますわ。逆にって何の逆だよ。逆に、すいません。これから俺のことを先生と呼ぶ。お願いします。
マリちゃんだ。あのね、マリ最近金毛に白髪が一本生えてね、ショックでしたわ。俺たちは頭が熱く叩き込んでくださった極道魂をいつも胸に抱いています。だからこそ今の姿ではとても頭の前には出られませんでした。わかったよ。見た目は関係ない。そのブレない魂が大事だ。カズラ！具体的にはどういう仕事してるんだ？ライブしたり撮影行ったりアイドル活動です。親分の力になってるじゃねえか。全ては親分のため。仁義の取った仕事なら何だっていい。桂了解しました。極道魂が燃え上がります。頭ありがとうございます。明日からまた頑張れよ。はい、ママ
ケンちゃん待ってって、ケンちゃん待ってって、ね、俺なんかと一緒にいてお前幸せになれねえよ。関係ないでしょ、惚れた男がたまたまヤクザだった、それだけじゃん。いいか、俺はヤクザだ、普通の幸せなんか求めちゃいねえ。お前はいいやつ見つけて幸せになれ。まやちゃん今いくつ？5歳だよ。お父さんは？お父さんはいない。どうしたの？うん、なんでもないよ。まやちゃんおいで。ありがとうございます。まやちゃん、これからもいい子でいるんだよ。うん、お母さんの言うことちゃんと聞いてね。はい、あいりちゃんとの約束。うん、まやよかったね。うん、はい、もらった。どれどれどれ、はい、ほんとだ。うん、ありがとうございます。うん、バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。よかったね。お家帰ったらこれ聞きたい。聞こうか。えんちゃん、わかりたくないね。なんだって我慢するから、ねえお願い。けんちゃん、けんちゃん、まさか俺の娘。ねえ、おかわり。はいよ。相変わらず男前のいい飲みっぷりだね。元気ないみたいだけど、なんか悩み事あったらお医者に何でも相談しなよ。これから花も見回る人生なんだからな。半期も出そうか。見たって親父って面じゃねえよな。ああ、どう見たって女だな。我が子が自分の親父に憧れるって話はよくあるけどよ、あの子の憧れはちょっと意味が違うわな。親父のおめえに憧れてんじゃねえんだ。アイドルの目に憧れてんだからよ。くす、うるせえよ。
今日はなかなか良かった。客のテンションも上がったしな。確実にファンは増えています。うん、お前らいいな、こうやっていろんなもんいただいちゃって。え、しかもぶりっ子だから見てみろ、もぬいぐるみかなんか可愛いじゃないか。え、いやらしい顔してお前は本当にね。やめてくださいよ。おお、アイリーはなかなかお前高級品だな。これさすがリーダーだね。ありがとうございます。ああ、え、手紙2通だけ？恥ずかしくない？俺恥ずかしいわ。上半期最高に恥ずかしい。本当にぬいぐるみばっかりですよ。何なんすかね、あれ本当に。いや、それより腰が痛い。いや、本当に疲れますね。なんてことつけてるんですか。でも、リュウナ兄貴は荷物少ないからよかったっすね。てめえ、楽しいか、この野郎。え？プレゼントもらって嬉しいかって聞いてんだよ。はっ！笑いが止まんねえってか。いや、何言ってるんすか、兄貴。そんな楽しいわけないじゃないですか。てめえ、ちょっと人気があるからって調子乗ってんじゃねえぞ。待ちいんぞ、こら！なんすか、それ。やめてくださいよ。てかもうねえし、誰に向かって口聞いてる。どうしたお前、まさか焼いてんじゃねえよな。焼くとかその発想マジ気持ち悪いっすよ。ほんと信じらんないです。やめてください。冗談だよ冗談。冗談でもやめてくださいよ。いつまでも男らしく生きろって言ったの兄貴じゃないっすか。俺は一生その言葉を肝に銘じて生きていたいっすよ。そうだよな。俺が悪かった。あ、いや、俺もちょっとムキになりすぎました。すいません。こんなくだらないことで何やってるんですかね、俺たち。本当だよな。飲むか。楽しいよな。おめえの人生始まって以来の人気だもんな。こんなにチヤホヤされんだったらアイドルも悪くねえなあなんて思い始めてるしよ。兄貴たちもさっさと切り替えちまえばいいのにとか思ったりしてるよな。ふざけんじゃねえぞ。俺がなんで。そっか、じゃあ悪かったな、俺の勘違いだ。いや、俺はてっきり身も心も女になっちまったんじゃねえのかこれなんて思ったりしてよ。叫んな。もっともっと可愛くなりたい。私もプレゼントいっぱいもらいたいもん。だってアイドルなんだもん。君の指が欲しい。
何を謝れば。そんなこと知るか。とにかく謝っとかんかい。一番謝ったもんが勝ちや。皆さんご迷惑をおかけして申し訳ない。生まれてきてすいませんでした。クソは私です。クソで本当にクソ申し訳ございません。いいえ私です。皆さんとにかく、うん、いる、うん、うん、やる気あんのかクソガキシェット。どうしたあれは。自覚一個ジロいっぺんに来ましたよ。なんすかそれ。三大拷問疾患グランドスラムだよ畜生。深い闇に目を凝らして見つめ続けるよ。ヨナ兄貴大丈夫っすか。おい、ジュアっつったらキツバット500回だって先生に言われてんだろ。ああ、させん大丈夫だ。ちょっと疲れが。が始まっちまったってことですかね。逃げよバカ。早く手を回せ。あ、揺らさないでください。失礼します。もう少しです。頑張ってください。立花さんですよね。はい。大丈夫ですか。こちらに横になってください。ゆっくりで大丈夫です。でも身も心も女なんで。そっか。ちょっと失礼しますね。あ、ちょっと動かないでください。はい。虚しくねえのかよ。もうお前は女になっちまったんだぞ。そんな体でどうやって惚れた女と開けるっつんだよ。体は女でも心は男ってか。バカかお前。なんか同性愛とかそういうのもあんだろ。同性愛もう自分で同性愛って言ってんじゃねえかよ。あのな、もう夢は見ねえ方がいい。おい！一体どっちなんだよ。3月期の当社の売り上げは昨年の3割増しの予定です。来期に向けて新しい開発投資に乗り出すタイミングだと思われます。会長が前期投資した金額の全額回収が最優先です。それだと会社はやっていけません。もう少し長い目で見ていただかないと。役員全員の 50% の給料カットと従業員の大幅なリストラも同時に進めるようにとのことです。大株主の会長のお考えでも私は賛成しかねます。
すべて私の給与カットで。社員の犠牲を一人で背負って立とうなんて、一介のサラリーマン社長が口にできることじゃないよね。いやー、立派立派。私は会社のことを考えて申し上げております。言ってくれるね、泣かせるね。どんな犠牲も払う覚悟はできてるってわけね。せっかくそう言ってるんだからさ、精いっぱい答えてあげなきゃ。はい。そうだ、犯した罪と考えてだな。うん、いいじゃねえか。うん、たぬきそばと熱燗一個。はい。もしもし、もしもし、犬金さんですよね。頑張ったって。こら、おい、こら、お前ら、嬉しいか。アイドルサミットのオーディションだ。アイドルサミット、アイドルのお前が分かんなくてどうすんだバカ野郎。すいません。アイドルサミットは毎年オーダイバーシティで行われている、アイドルファンからは神イベントと言われているフェスです。今をときめく人気絶頂のアイドルから注目の新人アイドルまでが一堂に会し、多くのマスコミが注目するイベントです。このサミットに参加が決まっただけでグレードアップしますし、グッズもガンガン売れます。分かったか。はい、はい、じゃあ早速明日行ってこい。どこにですか？明日はアイドルサミットのクライアントからオーディションに呼ばれてます。いいか、このチャンス絶対逃すんじゃない。愛嬌でもなんでも売れるもんがあったら売って売って売りまくれ。落ちたらわかるね。大丈夫、アスカちゃんに司会をしていただけるということで、すごく楽しくなりそうですあ、意気込みですよね。たくさんのアイドルと出会えること、一緒に歌って踊ってファンの皆さんと一緒に過ごせる時間がすごく楽しみです。素敵なサミットになるよう、参加する一人のアイドルとして精一杯頑張りたいと思います。今年はどんなアイドルが参加しますか？つかなんだったんすかね、この飲み物。それより待たせすぎだよな。ちょっと寝てていいっすかね。言うわけねえだろバカ。お待たせしちゃったね。今度のサミットのメインスポンサーの小泉誠二です。僕じゃアイドルのドクドクドクアイです。マリです。ぴょんぴょん。座って、どうぞ。失礼します。失礼します。失礼します。
ごちそうさまです。お茶されちゃまです。いいえ。では失礼します。落ちたらわかるね。ちかちゃんいくつ？19です。19なんだ。ちょ、かわいいね。あ、ありがとうございます。最近なんかハマってるものとかあんの？そうですね、最近は新しくできたスイーツのお店に行ったり、カラオケに行ったり、私はやっぱりインスタグラムかな。ちかちゃんは？あ、映画見たりですかね。何の映画見んの？昭和残響伝とか。渋いね。いや、レトロだね。顔に似合わずヤクザものが好きなんだ。あ、私も昭和残響伝の一匹狼、あと網走万が一が好きです。今度映画にも出てみたりする？出たいっす。小さらしとか巻いて、もう30人ぐらいやってみたいです。ほんと変わってんね。じゃあ趣味は？趣味ですか？いや、最近はもう酒飲むぐらいですかね。酒飲むの？19じゃないの？あ、じゃあ好きな食べ物は？食べ物はチータラとかサキイカとか。チータラも酒のつまみっぽいね。じゃあ好きな男性のタイプは？好きな男性のタイプ、あ、やっぱ高倉健ですかね。いや、いいねいいね、面白いよ。あ、私も菅原文太と鶴田浩二が好きです。千葉真一、成田美希代、金子信夫、川谷拓三。ちかちゃん、俺ね、ちかちゃんみたいな天然で可愛い子がタイプなんだよね、本当のところ。嬉しい、こうちゃんぐらい嬉しいな。はい、私トイレに行ってきます。はい。ちかちゃん、このサミット終わったら映画作ろうと思ってて、もちろんちかちゃん主演で。本当ですか？俺さ、好き嫌いのタイプめっちゃ激しくてさ、自分のタイプの子じゃないと全然燃えないんだよね。ねえちかちゃん、さっき飲んだカクテル特別なやつなんだよね。どいて。いくら麗華さんでもアポなしでは会長に会えません。サミットのオーディションやってるって聞いたんだけど。お引き取りください。何、私に内緒でこそこそやってんのよ。後悔するわよ。いいから話せよ、このババア。ババア。おい、お前ら仕事しろよ。仕事。何してんのよ。これがオーディションってこと？おめえの出る幕じゃねえんだよ。お前何勘違いしてんだ。誰がここまで育ててやったと思ってんだ、このクソ馬。何の取り柄もないお前をさ、俺が引き立ててやったよな。その恩忘れたか。今日休憩も来るのに酔い物に行くのかよ。お前薬飲んだんじゃねえのかよ。しよっから。は？酔いよで聞くと思うなよ。おい、離れろ。ちょっとこいつ何とかしてくれ。おお、危ねえ。あいつら、なんだこれ。離せよ、離せよ。
で、そのアイドルサミット、あいつがスポンサーで、レイカちゃんがそのメインキャラクターなわけでしょ。うん、そうだったよ。でも棒に振っちゃった。私いろいろ犠牲にしてやってきてたんだけどさ、なんかこう自分の力で立ってないような気がしてたっていうか、そろそろ自分一人の力でやっていかなきゃ。自分の人生なんだからさ。はい、失礼します。よっしゃ、キャンセルです。え、今日の仕事、明日の仕事も全部キャンセルに次ぐキャンセルで。なんで？これ出回ってるんですよ。ファンのツイートもひどくて見るに耐えねえっすよ。公演も中止ってことで。は？てくれたな。アイドルサミットは中止にされたようですが。はい、あまりにもみんなの認識というかモラルが低かったので一度再検討しようと、その分寄付させていただきました。あの、小泉さんの方にも SNS でいろいろな噂が出回ってるみたいですけど。僕は社会的弱者の味方です。そういう目線で生きてきた男です。あなたこそ根拠のない噂でフェイクニュースにしたりしないでくださいよ。仕事なくしますよ。兄貴。ボス。コクドルズ、このまま終わるかもしんねえし、また始まった時に掃除すればいいじゃん。他にやること見つからないんすよ。いつ再開するかわからないっすけど、今自分にできることっつったらこれぐらいしかないし、自分のためにやってるんで兄貴は気にしないでください。もう大丈夫かな。あ、本当っすか。あ、いや、でもまだなんかうずくような。大丈夫大丈夫。あ、ちょ、あの先生。はい。先生、美人だからモテるっすよね。そんなでも？どんなタイプが好きなんすか？私、男がダメなの。それって…あなたは無理よ。なんで？だって男なんだもん。どうでした？もう来なくていいって。ああ、それはよかったですね。全然よくねえよ。マヤ、ママ行くよ。今日のご飯何？カレーライス。やったー。もう仕事行かなきゃいけないから行くね。いってらっしゃい。はい、お仕事頑張ってね。ありがとう。
だからよ、今さら父親面してマーヤさんの前に現れてどうなるってんだ。分かってるよ、分かってっけどよ、ユキコのやつも女で一つで苦労してやってきてんだよきっと。でお前が出て行って食わしていくってか。おいおい正気か、今のお前があの家族の仲間入りしてみろ、問題が複雑になるだけだろうが。違うか、俺は俺だ、俺は俺だから、俺はどっちなんだよ。体は女でも心は男だって生きがってたくせによ、本当は身も心も女って何なんだよ。あんまり中途半端な生き方してるとな、自分なくすぞ。絶対地下のラブラブパワーでゴクドルズ復活させてみせるんだから。おい、てめえいい加減アイドルごっこやめねえか。これ地下、もっともっと歌もダンスも上手になって、もっともっとセクシーからの誰よりも。おい、いい加減にしろ。いつから心底女になっちまった。誰だよ今言ったやつ。俺だよ、ケンだよ。いやケン、ケンの兄貴黙っててくんねえかな。今は俺とチカが話してんだろうが。おい、これかぜ。ケンの兄貴に向かってその口の聞き方はねえんじゃねえのか。てめえんだから臨境だ、どこ行っちまったんだよ。ああバッカじゃねえの、こんななりして今さら臨境度もクソもねえバーカ。おい、今俺にバカっつったのか。ケンの兄貴、兄貴が今その話に入ってったら話がややこしくなったら、ここは黙ってましょうよ。おいこら、今アイリに、つまり俺に黙れっつったのか。おいちょっと待ってくれよ、なんでケンの兄貴と俺が揉めなきゃなんねえんだよ。今はカズマとのバカの話だろ。うるせえ。そもそもおめえもこの子に呼んでうじうじ悩んねんじゃねえ。うじうじって言い方ねえだろ。そういうケンの兄貴だって本当は親父面したくて仕方ねえんだろ。いい加減認めましょうよ。俺たちは、あ、いどせんるーちょっと剣の兄貴も亮の兄貴も覚悟足んねんすよ。ゴクドルズのみんな元気ですか。アイドルサミットやるぞ。自分の手でアイドルサミットをやると決めました。ゴクドルズにも参加してほしいと思ってメールしました。ちなみに私一人でもやります。ファンのみんなにも必ず分かってもらえると信じてます。男前だな、レイカちゃん。どうすんすか、これから。さて、これからどうしようかな。これから何があってもさ、後悔だけはしたくないよね。後悔ばっかだよ。だからさ、行ってもいいですか。
歌って踊って勝って勝ち抜きます。行かせてください。お前ら何をごちゃごちゃ言ってんだ。頑張ってこい。はい、ありがとうございます。失礼します。よっしゃ。こいつら舐めた真似しやがって。この先生レズ。へ、何泣いてんのこいつ。どちらにしてもこいつらの弱点に違いないと思うけど、どうする。メイカさん、本当にありがとうございます。ゴクドルさんも張り切ってますよ。はい、もちろんです。はい、失礼します。はい、オッケーオッケー、送信。役者も揃ったことだし、やつらどんな舞台見せてくれるのか楽しみだな。ねえ、マーヤちゃん。それまで。花に嵐の例えもあるものよ。死んでしまえばそれまでじゃ。つけてくるとはな。レイカのアイドルサミット、よっぽど気に入らねえんだな、あいつ。やっぱクズだな。歓迎されてんな。兄貴、懐かしいっすね、この感じ。今日は昔みたいに暴れてもいいっすよね。今日だけな。おい、やりすぎんね。Yeah!
兄貴。ついてこい。行け。マエちゃん。全くお前らには驚かされっぱなしだよ。お前ら一体何者だ。俺らは曲がったことが大嫌いで、てめえらみてえなクズをぶちのめす。そんな道筋のもんだよこら。ヤクザにでもなったつもりか。あのよ、何遍も同じこと言わせんじゃねえよ。前にも言ったよな、ヤクザ気取りはもういいんだよ。本当のこと言う。だから言ってんだろ。特上アイドル、特上のアイリです。マリです。チカピョン。ふざけやがって。ふざけてんのはてめえだおら。あ、もういいよ。こいつら全員パーツにしたって構わないから手抜くなよ。木村。
これでいいんだ。おりゃ兄貴、兄貴、何やってんだ、あ、アイドルサミット出るんじゃねえのか。間に合わなかったらぶっ殺すぞ、こら。
自分の力で立ってないような気がしてたっていうか、そろそろ自分一人の力でやっていかなきゃ。自分の人生なんだからさ。後悔ばっかだよ。だからさ、
私の旦那でマーヤのパパです。サイン会には来なかったってこと。ああ、アイリちゃん、アイリちゃん、アイリちゃんどうしたの、大丈夫、アイリちゃん、アイリちゃんどうしたの。話し合いで解決したりできませんかね。何をどう話し合うんだよ。いや、あの、そのすいません、許してください、何でもしますから、命だけは。何でもするの。はい。それと17時の回だけアフタートークがあります。え？はじめまして。